方、横浜 F ・マリノス級ウェル監督、鈴木優馬を煽ってやり返されてしまう。鹿島アントラーズは6月1日、J1 リーグ第17節で横浜 F ・マリノスと対戦し、先制を許したものの後半に3点を決めて逆転。3対2で勝利して4連勝を飾った。国立競技場で行われた一戦でマンオブザマッチに選ばれる活躍を見せたのは、鹿島のエース鈴木優馬だった。鈴木は、誰かに煽られたおかげで力がいっぱい出た。誰だか忘れたんですけど、監督ともやり合っていた？誰だったかな？全然覚えてないです。ただ、絶対勝ってやる、点取ってやると心に決めていた。僕はそういうタイプ。言ってくれて、すごい力が出た。誰だか忘れたけどね。とにやりと笑った。ボールを持っていない時はめちゃくちゃ熱い男なのだが、ボールを持った瞬間に冷静なプレイヤーに変身する。そのギャップと変わり身の速さが魅力的で、この日は特にそれが顕著だった。ユーマしてやったりだな。キューエルさん町田とやったら頭おかしくなっちゃうぞ。キューエルは名古屋戦で審判に数的不利を押し付けられて以降審判を信用しなくなった。実力不足だろ。勝てない理由を他人のせいにしてるだけ。何気に、J リーグ無理。の第一号になりそうな気が。そして、欧州に戻り、J の悪口を言いまくる。そう思う。ACL も J1 も、まず負けた時に審判のが多すぎる。今年はマリノス無冠だろうな。